皆さんこんにちは、西野ひとみです。今日は私はつくば市にありますつくばワンワンランドにお邪魔しています。でも一緒にいるのは猫ちゃん。実はこちらは2年前からワンワンランドに併設して猫のお家あるんですよ。皆さんは犬派ですか猫派ですか？ここに来るとどっちも楽しめます。かわいいですよね。ここにはたくさんの種類の猫ちゃんがいます。そしてこうやって実際触れるんです。どうですか西野さん、猫ちゃんかわいいでしょ？かわいいですね。ということで酒井さんにお話を伺っていきます。はい、こんにちは。どうぞよろしくお願いします。お願いします、はい、実は私犬派だったんですけれども、ね、ここに猫の家ができたということで、はい、一回来てみたかったんですよ。ありがとうございます、はい、今ですね、はい、お話を、こうしながら触っていただいてたのはアメリカンショートヘアのショーちゃんという猫ちゃんです、今ちょっと触るなよみたいな感じで、はい、見ましたね。ショーちゃんもしかしてうん、赤ちゃんの中の中にいたりするんですか？やっぱり言われましたかそれを。ショーちゃん実はですね、はい、デブなんです。デブなんでした。そうなんですか？はい、そうなんです、みんなね、お客様にこの子赤ちゃんいるんですかって言われるんですけどね。私もよく言われてますけど。言われてましたけど傷ついちゃうね、しょうちゃんね。しょうちゃん、そっか、いつも寝てるんだね。そうなんです。そしてちょっと好奇心旺盛に、はい、私たちの前に来たこの子は、はい、はい、この子はシンガプーラっていう猫ちゃんで、はい、世界で一番ちっちゃい猫ちゃんって言われてる猫ちゃんです。へー、まあ彼はピースケ君っていうんですけれども、はい、シンガプーラの中ではちょっと大きめな子ですね。そうなんですか、はい、ピースケ、ピースケ、さっきお膝に乗ってくれたんですよ。来ましたか？おしょ、ピースケ君来るかな。あ、やっぱりさすがに猫じゃない。おしょ、来ました来ました、やったねピースケ。よいしょ、ピースケ君も可愛いですね、うん、撮ってもらいな、よこそーって。お、さあ、そしてもう一匹来ましたけど、はい、あ、来ましたね、はい、ルディ、ルディ、ルディちゃん、まだもしかしてこの子は子猫ちゃんですか？この子はまだ、はい、ちっちゃいです。まだ1歳いってないですね、はい、かわいいです。ルディです。ルディちゃん、はい、アビシニアンっていう猫ちゃんですね。お、そうなんですか、はい、これルディっていうのは実は、はい、あのこの毛の色、ルディっていう色の名前なんですよ。へー、ね、こんにちは。こんにちは。はい、バイ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 。さっき一番最初にここを伺った時に私のお膝の上に乗ってくれたんです、はい、あ、そうだったんですか、はい、きっとね、甘えたんだと思いますよ。甘えたんですね、はい、へー。その他、うん、こちらの棚の上にもたくさん猫ちゃんいますけれども、はい、そうなんですよ、今上の真ん中の方に乗ってるのがですね、はい、はい、あのちょっとお目目がちょっとね、そうですね、はい、目がこう大きくて、ギュッと真ん中に寄ってるようなメカちゃんですが、はい、あれがですね、はい、ペルシャです。ペルシャ猫なんですか？はい、モカちゃんと言います。おー、かわいいですね。やっぱり名前も毛の色とか、うん、それからその子の性格とかで、はい、佐藤さんもつけてるんですか？ここに入ってるスタッフたちがみんなで考えてつけてます。そうなんですか、はい、いつもだいたい毎日ここにはどのくらいのお客様いらっしゃるんですか？そうですね、土日なんかは本当にもう朝入られて、はい、ずっとここにいらっしゃるお客さんとかいらっしゃいますね。本当猫好きな方が新たにお客様として加わっていただけたのかなって思いますね。そうですか、はい、今日はあいにく雨なんですけれども、うん、はい、ワンワンランドの方は犬何匹ぐらいいるんですか？実はですね、はい、かなりいるんですよ。へー、これだけ5、10匹なわけないじゃないですか。ゼロがもう一個多いです。500匹もいるんですか？500います。へ、はい、種類でいうと90ぐらい、90、はい、のワンちゃんがいまして、そうですね、ちっちゃいこういう、まあ、チワワっていうようなワンちゃんから、私より大きい、グレートデーンっていう、大きなワンちゃんまでいますので、はい、ぜひ今度は、ね、晴れた日にワンちゃんの方もお願いしたいなと思いますね。そうですね、はい、でもこうやって雨が降っている梅雨のシーズンにも、うん、はい、ここで猫ちゃんと一日触れ合える、はい、そんな過ごし方もとっても素敵ですね。そうですね、ただ猫ちゃんはね、気まぐれなんで、ずっとはなかなか触らせてくれないので、もう猫ちゃんが来た時に、よしよし、はい、猫様みたいな感じで触っていただけると嬉しいですね。猫様ですね、はい、そうでしたか、はい、皆さんもぜひ訪れてみてはいかがでしょうか、はい、というわけで参りましょう、はい、リラキラステーションスタート。
皆さん、こんにちは。6月24日火曜日、今日も県庁スタジオから生配信でお届けいたします。はい、茨城県民総出演、茨城ラステーション、どうもジェームス秀樹です。鈴木桃子です、よろしくお願いいたします。はい、今日もよろしくお願いします。はい、今日のオープニングは、ワンワンランド、つくばの、はい、ワンワンランド、おお、リアルですね。はぁ、威嚇してる、やばい、どうどう、よしよしよし、どうどうは馬だよね。どうぞ。堂々は馬だよね。そうですね、はい、失礼いたしました。でもね、ニャンニャンランドでしたね。ね、なんかあの犬は今日雨だからなんですかね。そうですね、はい、うん、お外なのかな、ね、はい、猫が本当に、茨城弁で言うと猫目ね。猫目ね。あの猫じゃないですよね。猫、はい、猫で目がつくって猫目、うん、あのワンちゃんもね、うん、犬目とか ね、 ね、茨城弁で言ったりしますけどね、うん、なんでもかんでも目つけますからね。そうですね、缶目とかね、缶目ね。ね、本当に。でもあのなんですかね、猫、僕はちょっと猫苦手なんですけど。あ、そうなんですか。はい、猫好きな方々はああいう空間に行くと、あ、たまんないんですか、やっぱり。たまんないですね。私あの猫好きなんですけど、どういうところに猫のあのわってなんですか。なんでしょう、あの、うん、気まぐれなところですかね、やっぱり、うんうんうん、あのさっきね言ってましたけども、はい、なかなかね寄ってきてくれないんですよ。はい、でそれでこう、かおいおいこっちこいってやって、うんうん、ふいってされて、たまに全然何にもしてない時に、うんうん、ふっと膝の上に乗ってきたりするんです。あ、なでろうみたいな感じで、ね、ツンデレ系なんですね。あ、ツンデレ系ですね。なるほどね。そういうのは僕苦手なんですよね、きっとね。あ、素直な子が好きなんですね。素直な子が好きですからね、はい、ワンちゃんとかは結構ね、基本的にもう猫いるとあのくしゃみ出ますから。あ、れあれどういう意味ですかね、はいはい、なもんですからね、はい、あの空間に僕入れないなって感じがしますけどもね。いやでもあの、はい、動物あの飼いたくても飼えない方っているじゃないですか。うん、そうですよ ね、 ね、そういう方にはものすごく楽しい空間なんだろうなと思いますけど、ぜひね、はい、皆さんあの犬派の方は、はい、晴れた日に行っていただければなと思いますけどもね、猫、はい、の方も、はい、はい、さてそんな今日でございますけど、はい、空模様ちょっと気になりますね、はい、見てみましょう。あ、やっぱりちょっと雨強いですね、大きな水溜りできてますね。ちょっと今日ね朝方雷なんかも鳴ってたみたいですから、はい、皆さんと突風落雷等にお気をつけいただきたいなと思いますけどもね、はい、まあ、ちょっと今日一日は傘手放せないかなという、はい、ただ若干明るくなったりはしてるんで、なんともなところはありますけどもね、はい、はい、あとね、まあ、こういったあの雨降った時っていうのは、はいはい、特に車運転してることはそうなんですけども、はい、水たまりができるじゃないですか、うん、歩道、車道に限らず、はい、でね、車道に水たまりがある場合、徐行をしていただきたいですねと思うんですよ。バシャーンとかかってしまいますからね。歩行者の方にかかってしまう恐れがありますので、まあ、何を隠すの、私朝、はい、スタジオに向かっている途中にかけられそうになりまして。大丈夫ですか。もうひらりと避けます。華麗なステップ見せていただきます。かなり朝から華麗なステップを踏んじゃったもんですから。はい、もう疲れておりますけども。あれ早いな。いやでも本当はあのね、あのやっぱちょっとこうそういうところお互いに気を使いながら、うん、交通安全に、していただきたいと思いますけども、ね、はい、お気をつけください。まあ、そんなことでございまして、今日もですね、県庁スタジオ生配信でございますので、はい、お付き合いのほどよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それともう一個、はい、こちらソーシャルストリームございます、ね、こちらね、はい、こちらにホームぜひ皆さんコメント等をお寄せいただければと思います。はい、お待ちしております。ここで一旦お知らせです。皆さんこんにちは、2014年アサヒビールイメージガールの岡めぐみです。昨年ギフト限定商品としてお中元お歳暮にて大好評をいただき、今年2月にはプレミアムビール市場に本格参入させていただいたアサヒスーパードライドライプレミアムのお中元セットを今年も販売させていただきます。アサヒスーパードライドライプレミアムは贅沢なコクとキレを同時に実現するために厳選された素材を使用し、かつひと手間をかけた醸造によって生み出したアサヒビール史上最高傑作のプレミアムビールです。最高の感謝を伝えるなら今話題のこのプレミアム、アサヒスーパードライドライプレミアムをぜひ今年のお中元にご検討ください。下水道課では今年も夏のアクア施設体験ツアーを開催します。下水処理場の見学や自然体験を通して下水道への理解を深め、水循環の大切さを学んでいただくこのツアー、参加費用は無料です。10年目となる今年は3つのコースをご用意しました。第1弾は
7月13日日曜日の牽制コース、第2弾は7月31日木曜日の霞ヶ浦コース、第3弾は8月9日土曜日の日沼コースとなっております。どのコースも下水道施設の見学や生き物探索などの環境学習など、夏休みの宿題にぴったりな内容となっています。各コースの定員は牽制コースがおよそ30名、霞ヶ浦コースがおよそ70名、日沼コースがおよそ60名です。当日はバスで移動します。県内の小学3年生から6年生とその保護者の方はどなたでもご応募いただけます。なお応募者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。応募方法などの詳しい内容は下水道課のホームページをご覧いただくか、下水道課企画グループ電話番号029-301-4674、029-301-4674までお問い合わせください。皆様からのご応募お待ちしております。続いて茨城新聞ニュースをお伝えします。最初のニュースです。笠間市は県内自治体で初めて海外からの研修員の受け入れを決め、ミャンマーとラオスからの研修員2人の着任式が20日市役所で開かれました。外国人研修員の受け入れは国際交流支援を目的に総務省などが実施する事業で、笠間市が応募していました。今回受け入れた研修員はミャンマー出身のテインリン・アウンさんとラオス出身のシーサワット・ビンボさんの2人で、それぞれ母国では公務員として観光行政などを担当しています。2人は5月18日に来日し、1ヶ月間の日本語研修を経てこの日着任しました。着任式では笠間でたくさんのことを学び、国に持ち帰りたいと声を揃えました。2人は来年3月31日までの派遣期間中、市の商工観光課でイベント業務などに携わり、市が今年度立ち上げた市外国人旅行者受け入れ検討会への協力参加も予定しています。充実した研修期間となりますことを期待しています。外国人からの目、まあ、視点というんですか、そういった目で見ていただいて、あの外国人観光客が来ても楽しめるようなあの内容に変更していったりですね、そういうことも考えていければなと思います。あと、近々にはですね、あの SNS もやってますので、それを本国の方に発信していただいたりとかですね、あと将来的にはあの農産物あの産業の交流とか、そういったことも考えて、あのその第一段階ということで、今回の研修生ですね、やったわけです。日本人の、なんですかね、心っていうんですかね、そういったものをある程度汲み取っていただいて交流を深めてもらえればなと思う。次のニュースです。授乳服ブランドモーハウスの三畑由香社長が23日県庁に橋本勝知事を訪ねました。橋本知事を訪ねた三畑社長は5月に中国北京で開催された2014APEC 女性と経済フォーラムでのスピーチについて報告しました。三畑社長はフォーラム3日目のビジネスコミュニティにおける女性起業家セミナーに登壇しました。ここに入る前に英語で少しスピーチをやってみるとか言われて、いや英語した喋れる方の前では無理ですっていう話をしてましたけど、なんか先生にチェックされてるような感じがするんですけど。三畑社長はパソコンでプレゼン資料を示しながら会議の様子を説明しました。あの概要をお話ししましたが、本当にこれはぜひ世界に発信するべきということで、本当に皆さんボランティアで手伝ってください。このタイトルもそういう一人とお話しして、でこういうふうに胸を出さなければいけない授乳をこういうふうな形で胸が見えない社会の中に持っていくというような活動をしたと。モーハウスでは女性の母乳育児支援や社会参画のための商品作りなど、子育て女性の新しいライフスタイルを発信していく取り組みを行っています。
フォーラムのスピーチでは、そういったモーハウスの取り組みについて紹介しました。こういうふうな世の中っていうのは、働き方をいろいろと考えて多様性を持っていくことによってきっと可能になる。日本の社会も経済もきっとこういうふうな形で伸びていけると思うっていうふうな話をして、はい、こんな形でスピーチをしまして。で、私たちは本当に自分たちの経験から、子供を抱っこしながら働いて、そしてそのために必要な商品を作ってっていうことをコツコツやってきましたけれども、そういう生活に非常に密着しているところ、こういうふうなことをもっともっと自分たちの活動を通して見つけていって発信をしていきたいなっていうふうに感じてます。子育てする女性の新しいライフスタイルに期待が寄せられます。最後のニュースです。筑西市にある県立下館一高がカナダのシアコム高校と姉妹校提携をすることになり、23日提携協定書の調印式が開かれました。両校は国際理解を深めようと外務省が実施した架け橋プロジェクト事業で相互に訪問しました。姉妹校提携は下館一高の生徒23人が今年3月にカナダを訪問した際、岡田誠司在バンクーバー日本国総領事が下館一高の卒業生だった縁で両校の橋渡しをすることになりました。調印式には岡田総領事が出席し、協定書に石川校長がサインしました。石川校長は、両校の交流を通じてお互いの国を理解し世界に目を向けてほしいと生徒に呼びかけました。岡田総領事は生徒を前に、外交って何だろうと題して講演し、前任地のアフガニスタンの日本大使館で体験した話など世界情勢について分かりやすく解説しました。これからもずっとその交流を続けていくということはね、我々のそのいわゆるこの架け橋プロジェクトを政府として進めていく、政府として進めていく立場からすると、これ極めてある意味では効果が大きい、非常に素晴らしい成果だったというふうに思ってます。自分みたいにちょっとやっぱ変われたんで、今回のやつをきっかけにして、そういうふうにしてどんどん伊達一生が、これからの伊達一生が良くなってくれるといいと思います。下館一高では今後、国際交流委員会を立ち上げて、具体的な交流事業を話し合っていくということです。以上、茨城新聞ニュースをお伝えしました。皆さんこんにちは。今日は小玉スイカの PR ということで、筑西市の方からやってまいりました。やっと消費者の皆さんに食べていただけるスイカの時期を迎えることができました。今年は寒暖の差が激しく、いつもよりも美味しい小玉スイカに出来上がりました。この赤くて甘いスイカをたっぷり使ってアイスクリームも作っています。それからこんなブローチとかストラップも作って、産地をお母ちゃんの力で盛り上げています。皆さんぜひご賞味ください。アイスクリームはキラ市、それから直売所に売っていますので買ってくださいね。よろしくお願いします。さて続いては、週末、はい、我々 MC 陣が、各地のイベントにお邪魔する潜入レポートのコーナーでございます。ほうほう、はい、今回私、6月21日土曜日に水戸市にあります、ケーズ電機スタジアム水戸、はい、ご存知ございますね、はいはい、ケーズ電機スタジアム水戸で、行われた、1万人で踊る水戸ちゃんダンスパーティーというイベントに参加してきました。はい、この日ですね、水戸ホーリーホークの試合が合わせてありまして、それに合わせてそのイベントがあったということで、大盛り上がりを見せていました、では早速ご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは。私は今日水戸市のケーズ電機スタジアムに遊びに来ています。今日こちらではなんと水戸ちゃんの、ね、ダンスパーティーがあるんだよね。その他にもいろいろお店も出ているみたいなので、早速潜入してみたいと思います。それでは鈴木桃子の潜入レポートスタート。こちら水戸ホーリーホック牛乳というのがあるんですね。そうですね、はい、どういうなんか特徴は、どんな特徴があるんですか。ホーリーホックのことを対応してるんで、はい、あのー
氷くんが入ってる。本当だ。あと氷ホックのマークが入ってる。可愛いですね。牛乳とあとコーヒー。コーヒー。ですけど。コーヒー牛乳もなんか。はい。こういうのは試合がある時には毎回こうやって出してる。そうですね、ホームでやる時は毎試合一応出させてもらってるんですけど、あとはちょっとスーパーとか、はい、あと駅の方で少し売ってるところはあるんですけど、まああまり出てないですかね、お店の方で。そうなんですか。もしよかったら。あ、どうぞ。あ、いいですか。わあ、ありがとうございます。こちらでも。はい。じゃあ、ホリホク牛乳の方で。懐かしいですね、この感じ。この小さいサイズ感もね。そうですね、はい。あ、懐かしい。じゃあいただきます。堀くんやります。美味しいです。はい、じゃあミトホリホック牛乳ありがとうございました。はい、各地の JA からもお店出てるみたいです。あのね、これJ 北つくばで、作ったあのお米を原料に、はい、こうやっておせんべいを作ってもらって、はい、でこのねキャラクターもこのお銀シリーズといって、いわゆるその萌えキャラの方を使って、はい、こんなキャラクターで、おせんべいの販売をしてるんですけども、こっちもなんかありますね。これはね、はい、鋼餅といってね、稲の御事といって、はい、昔ね、このね、下館の町の中で、お寺があるんですけども、はい、そこに稲の御事っていう神様がね、住んでたっていうね、そういう言われがあって、でそれを用いて、地元のお米を使ったおせんべいを作ってるんですよね。そうなんですか。珍しいでしょ。珍しい。珍しい。どうぞちょっと食べてもらって。本当これが、タガネ餅。これがタガネ餅ね。タガネ餅やった。じゃあいただきます。はい、こちらです。美味しいでしょ、ね、美味しい。これね、うちの農協は県内一のお米の産地で、やっぱり地元のお米を使ったやっぱりおせんべいっていうのがやっぱりこの地域の人に食べてもらいたくて、まあ、こんなものを地元のお菓子屋さんと共同開発して作ったおせんべいです。どうですか、こっちのお銀のおせんべい。これなんかちょっと赤いのがかかってますけど、これなんですか。これね、ちょっとね、一味、これ一味のおせんべいなんですよね。どうぞ。はい、こちらでーす。いかがですか。ピリ辛というか、それでね、今日は水戸ホリホックスの、イベント、この試合のイベントで来てるんですけども、普段は平市の畜生店、あるいは平市の有機店という直売所、農家の直売所で普段売ってますんで、はい、普段ね、うちの直売所で販売してますんで、ぜひお願いします。はい、じゃあ、これおせんべい、かわいいキャラの書いてあるおせんべい、美味しかったです。ぜひ買ってみて、いかがでしょうか。すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうも。この後16時45分からですね、中でミトちゃんダンスをみんなで踊るということで、もうこんなに入り口ではスタンバイしております。今回のミトちゃんダンスパーティー開催にあたりまして、はい、何か、皆さんの反響などありましたでしょうか。はい、反響といいますか、はい、ミトちゃんダンスというものがこう生まれてですね、はい、これは市内の小学校の体育の先生が考えて作ったダンスなんですけれども、はい、
いや最近あの小学校の運動会が6月5月に行われることが多いの で、はい、で結構子どもたちが運動会の出し物として、踊れるようになっているということを知ってですね、はい、あこれはせっかく覚えたダンスをみんなで踊る場が必要だなということ で今回あの水戸力のホームゲームに合わせて、1万人で踊ろうとそういう企画 で今回やってみました。なるほど、そうだったんですね。で今回ミトちゃんダンスパーティー、はい、初めての開催ということなんですが、はい、今後こういった、イベント、はい、このような形のイベントというか企画は続けていきます、はいはい、そうですね、今日やってみてミトちゃんダンスをスタジアムでやりたいっていう声がたくさん出てくればもう一回やりたいと思いますし、はい、私たちは何しろこうスタジアムでしか味わえない楽しみをいろいろこう考えながら実践していきたいと思いますので、そういった声をどんどん寄せていただければと思います。ありがとうございました、はい、本日の潜入レポート私ケーズ電機スタジアム水戸からお送りしてまいりました。この水戸ちゃんダンスパーティー初めての開催ということだったんですが、水戸市そしてサポーターの方々が一つになって大盛り上がりを見せていました。ぜひ皆さんも次回、また開催される際には参加してみてはいかがでしょうか。以上潜入レポートでした。はい、どうですか。いやすごい、ミトちゃんダンスバッチリじゃないですか。違う首が座ってないです。首座らせてください。こんな感じですよね。そうですね、あの首はちょっと違いますけれども、こうやってミトちゃんの動きってすごい可愛らしい動きがね取り入れられてね、違う。ほら見てください後ろ、すごい人でしたね。そうなんですよ、うん、でこれ以上にこの後試合が始まると、はい、もう観客席にも人がいっぱいいるってことでしょ。そうです、キックオフの後にあのスタンドの方にねお客さんが、うん、観客の皆さんが入りまして、まあ、キックオフ前ですけどね、観客席に入るのはね、まそうですね、試合開始前です、はい、そうでした、はいはい、その後のハーフタイムありますね、うん、サッカーの試合で、はい、ハーフタイムの時にスタンドの皆さんも一緒になって、うん、踊るというこうやってこうね、そうミトちゃんです、かわいい、ね、あごめんなさい足が、ね、見えないところでぶつかっちゃいましたけどもね。戻ってきてください。はい、首がね、はい、ぜひねジェームさんミトちゃんダンス覚えましょうよ。もう覚えたもう、あもう今の完璧でしょ。すごいですね。違う。あ、そう、水戸ちゃんの誕生日3月10日なんです、ね、あ、俺と同じですし。そうなんです、同じじゃない、同じ誕生日。そうなんですよ。そうですか。だからぜひね、あのジェームさん、水戸ちゃんのやつ覚えて。全然後輩じゃん。全然後輩じゃん。全然後輩。水戸市の日誕生日としては後輩かもしれませんけれども、うん、全然後輩。じゃあ一緒に踊りましょう。うん、覚えてあげるといいよ。上から目線だ。上から目線ですね、はい、はい。というわけで、ね、サポーターの皆さんたくさん集まってました、うん、その他にもね、はい、ミトちゃんです。これあの実は事前申し込みとかじゃなくて、うん、当日に集まった方、うん、すごいね、はい、そうで、うん、こんだけの人が集まってますからね、うん、やっぱミトちゃんね大人気ですね、はい、ジェームさんの後輩、はい、はい、というわけで行ってまいりました。こんな感じであのイベントにお邪魔しますので、うん、ぜひ皆さんの方もご協力の方よろしくお願いいたします、はい、以上潜入レポートのコーナーでした。一橋徳川家は徳川御三卿の一つで、御三家と並び称される格式を誇り、将軍家と最も近い関係にありました。茨城県立歴史館では、一橋家に伝来したおよそ6000点に及ぶ家宝や文書類などの寄贈を受け、記念室においてそれらを紹介する展示を年に6回行っています。今回の展示ではジューンブライドにちなみ、一橋家に嫁いだ姫君たちのお嫁入り道具を紹介します。大名家の婚礼調度品は、化粧道具、羽黒道具、文房具、遊戯具、食器などおよそ60種類にも及びます。それぞれが統一されたデザインで蒔絵が施されています。今日伝わる一橋家の調度品は、その多くが形見分けなどで失われていますが、その豪華さの一端を伺い知ることができます。近世工芸の枠を尽くした華麗な婚礼調度の数々をご覧ください。詳しい内容は茨城県立歴史館のホームページをご覧になるか、電話番号 029-225-4425 029-225-4425 までお問い合わせください。さあ、茨城県庁スタジオから生配信。
はい、生配信しております。ステーションでございますけども、はい、今日は私ジェームズ関と鈴木桃子がお送りしております。さあ、この番組で我々が皆さんのもとお邪魔していきます、はい、先ほどの桃ちゃんみたいにね、はい、お邪魔しているお話を伺ったりしますけども、続いてはこちらのコーナーでございますね、はい、イバキラピープルのコーナーでございます。はい、こちらもですね、やはり同じように我々が皆さんのもとにお邪魔していろんなお話を伺っていきます、はい、ね、ぜひとも我々うかつさんにはご協力のほどよろしくお願いしたいと思いますけども、はい、今日はどなたがどちらの方に、はい、今回はですね、うん、大沢幸子さんが、はい、カイロプラクティック、太陽施術院の堀切さんにお話を聞いてきたようです、はい、それではご覧ください、どうぞ。こんにちは、私は今日ひたちなか市にありますカイロプラクティック施術院の太陽施術院さんにやってきました。さあ、今日お話をお伺いいたします堀切さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、堀切さん、こちら太陽施術院ということで、はい、カイロプラクティックを行っているところということなんですけれども、はい、私まずこのカイロプラクティックっていうもの自身がちょっとよくまだわからないんですが、はい、教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、カイロプラクティックというのは、はい、アメリカ式整体という言葉、一番しっくりくると思うんですけれども。アメリカなんですか。はい、発祥がアメリカの整体技術ですね。はい、そうなんですね、はい、海外のものだったんですか。はい、日本のその生態とはどう違うんですか。目的としていることは同じなんですけども、はい、カイロプラクティックは技術だけではなくて、うん、はい、もちろん体の歪みというのは生活習慣から起こるものですから、生活習慣の指導でしたり、はい、あとは食事の栄養面でしたり、あとは睡眠でしたり、そういうご指導を一緒に行うというのがカイロプラクティックとなっております。はい、そのいろいろ施術をするだけではなくて、はい、根本となるその生活習慣までも見直すものがカイロプラクティック、はい、そうですね。はい、なんかこうイメージでこう骨とかをこうバキバキやるのかなってイメージがあるんですが、はい、そういうものではないんですか。必要とし、必要であれば行いますけれども、はい、必要でない場合はもちろん行いません。はい、その骨を治すわけですか、歪みを。そうですね、はいはい、病気の 80% 以上は骨の歪みから起こると言われていますので。そうなんですか。はい、その骨の歪みを治していくと、はい、その病気も治っていくっていう。そうですね、はい、その病気の原因を根本的な部分から治していくわけなんですね。はい、もうじゃあもう生活の一部にカイロプラクティックを取り入れた方が健康な生活が、はい、そうですね、遅れるわけですよね、病気もせずに。はいはい、あとは施術院で、はい、健康アドバイスも同時に行わさせていただいておりますので、はい、その本人だけではなくて、ご家族の方、はい、お友達にも、はい、健康の輪が広がると確信しております。そうなんですか。ちなみにこの堀切さんがカイロプラクティックを始めることになったきっかけみたいなものはあるんですか。きっかけはですね、はい、私が昔働いた会社があるんですけども、はい、そこで仕事をしていましたら、肩こりと腰痛と頭痛がとてもひどくなってしまって、はい、そこでカイロプラクティックに施術を受けたのがきっかけですね。ご自身が受けたんですね。はい、その時はいかがでしたか。もう嘘のように軽くなりまして。はい、そうなんですか。1回で。そうですね、1回ですごい楽になりましたし、はい、でそこでアドバイスで生活習慣だよと言われて、はい、自分できてなかったなと、もっと自分の体感謝していかなきゃいけないなということに気づいて、はい、ではちょっと自分も同じような仕事がしたいなという思いになり始めました。はい、そうなんですか。そういうきっかけで始めたわけですね。はい、ちなみにその生活習慣の見直しっていう部分なんですが、はい、どういった生活習慣が堀切さんの思 こうカイロプラクティックの生活習慣になるんですか。周りの人で一番今多いのは、はい、睡眠環境が非常に悪いという、はい、睡眠環境、はい、例えばどういったことですか。例えばですね、はい、電気をつけたまま寝てしまったりですとか。 ありますよね。はい、そうしますと脳がちゃんと休まらないので、はい、どんどん脳の疲労が溜まっていってしまったりですとか。そうなんですか。明るいと脳は休まらないですね。休まらないですね。へえ、はい、なので真っ暗なのが理想だったりします。そうなんですか。はい、あとは使用している枕が悪かったりでしたり、クッションなどを、ね、枕代わりにしている方って結構いらっしゃるんですけども、はいはい、そうするとやっぱり神経が圧迫されてしまって、頭痛だったりめまいだったりって起きやすくなったりします。そうなんですか。はい、枕は、ね、よく大事だっていう話は聞きますけれども、神経が圧迫されたりかなり
重病というか病気の元になることもあるわけなんですね。そうですね、あの女性なんかは特に頭痛が多いですから、そういうところを見直しをするだけで薬に頼らず健康な生活を送れると思います。そうなんですか。例えば食生活とかそういったもののアドバイスもしていただけるんですか。そうですね、あの今あの特にお野菜なんですけども、はい、あの早期栽培だとかあの、はい、そういうのが主流になっておりまして、野菜の栄養価そのものが減少してしまっているのですね。なのでそういう面であの栄養指導をあの、はい、重点的に行っております。そうなんですか。もう本当に生活全般にアドバイスをいただけるっていうカイロプラクティックなんですね、はい、なるほど。ちょっと私堀切さんの脇にあるこの骨の模型がすごく気になるんですけれども、はい、これはどのように使うんですか。はい、これはですね、はい、あの、はい、身長170センチのドイツ人の男性の骨格模型なんですけれども、はい、ドイツ人の男性、はいはい、でこれが骨盤がこちら3枚でこれ背骨なんですね、はい、でこれ黄色の神経で、あの本来はもっと細いんだけど見やすくするためにこれぐらいの太さになっております。はい、これが神経なんですね、はいはい、で人間の骨っていうのはですね、あの、はい、結構重くてですね、ちょっとこのように持っていただけますか、うん、はい、こんな感じですか、はいはい、だいぶ重いですよね。重いですね、はい、170センチの男性、はい、結構重いんですね。重いですね、はい、ただここにはね、あの人間だと脳みそもありますし内臓もあったりしてもっともっと重いんです ね本来は、でもこれがもし猫背になったとします。もう一度持ってもらっていいですか。はい、はい、すごい前に行きますね、はい、もう重心が変わるだけでこれだけもう腰に負担がかかってしまってるよと、はい、なるほど。なので普段からちゃんとした、ね、はい、姿勢を作るということは大事ですし、もちろん施術をしても生活習慣が悪かったり、はい、栄養面が悪かったりすると筋肉の質も悪いですし、はい、あのすぐにですねまたこの姿勢を持ってしまう。なのでちゃんとピシッとした姿勢を作るためには、はい、技術だけじゃなくて普段の生活の見直しというのがとっても大事になります。そうなんですか。すごく分かりやすいご説明ありがとうございます。ありがとうございます。なるほど。そういったカイロプラクティックなんですが、はい、実際にちょっと私も体験させていただいてもよろしいですか。はい、もちろんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では、これから体の検査から始めていきます。はい、お願いします、はい、では一番ね、あの分かりやすい足の長さを見ていきますね。足の長さ、はい、はい、あの多分皆さんね、あのまっすぐ立っていると思われがちなんですが、足の長さですね、実は今、はい、こんだけ違う。どれだけ違うか分かりますか。違うんですか。今の3センチぐらい今違ってるんですね、どっちが。あの右足が短いです。で右足のかかとの位置はですねここに今あるんですね、はい、こう触られるとよく分かると思うんですけども、そうなんですね、はい、で普段の生活で、はい、多分右足を上にしたり、あの足を組んで右足を上にしたり、はい、することが多いんじゃないかなと思います。ではね、あの次に背中の方を見ていきますね。はい、はい、そうですね、あの寝るときに横向きに寝ることが多いんじゃないかなと思いますね、はい、あ確かにそうですね、はいはい、で横向きに寝るとあの肩を前に入れることによって、はい、この筋肉だったり神経が引っ張られてしまうので肩こりっていうのが非常に起きやすくなりますね。そうなんですか。はい、私ちょっと肩こりあるんですよ。はい、はい、ではそちらもですね、あの今日しっかりと治していきましょうね。ありがとうございます。はい、はい、あとはですね骨盤なんですけども、はい、やはりあの足の長さが違うということは、あの骨盤がずれているという歪んでいるということなんですね。そうなんですか。はい、であの骨盤がずれると足の長さが変わります、はい、そうすると、まあ、斜めになっていることになりますが、斜めに立っている人がいないので、はい、24個の背骨が歪めてバランスを整えていくということになりますね。歪んでるんですか私。そうですね、そうだったんですね、はい、それを放っておくとやはり病気とかのリスクっていうのはありますので、はい、こういうメンテナンスというのは日頃から行った方がいいと思います。なるほど、はい、ではこれからちょっと施術をしてみましょうか。はい、はい、よろしくお願いします。はい、仰向けでお願いします。はい、はい、次背中を整えていきます。背中の神経はですね、あの内臓だとか、はい、あのそういうところに行っていますので、はい、はい、なんかこうね、内臓関係でお困りの方はあの背中の矯正を受けてみるといいかもしれないですね。へー、はい、ではダラーンと近づいてください。はい、はい、です。はい、ダラーン、はい、動きましたね。はい、動いたんですか今。はい、今自分でボキボキって動きましたよね。ありましたね。はい、
あとはあのお困りの肩こりなんですけれども、肩こりでお困りの方というのは大体首のですね下の方、はい、こちらがあの歪んでいるという、はい、方が多いですね。あの例えば、はい、まあ車に追突されたりですとか、はいはい、あとはあの良くない枕を使用していたりすると、あの首の歪みというのが起きてきます、はい、あとはね、あのパソコンとかあの、はい、デスクワークを長く続けている方というのは首の骨が歪みやすくなりますね。はい、では首整えていきます、はい、はい、力抜いてください。ポキポキってなりましたね今。そうですね、はい、いきます。はい、終わりました。ではゆっくりと起き上がってください。はい、よいしょ。はい、はい、こう体を動かしてみていかがでしょうか。はい、おお、すごい軽いです。はい、では骨盤も整いましたので、はい、足もあ、なんかすごい体重が軽くなったみたいにすごい動きます足が。はい、ありがとうございます。すごい、なんか今にもジャンプしそうなぐらい。そうですね、はい、はい、これがの本来あるべき軽さなんですね。そうなんですか、はい、いつものなんか半分ぐらいの体重になった気分です。そうですね、はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。もう感動しちゃいました。ありがとうございます。カイロプラクティックってこんなにも体が軽くなって本当にすっきりした気分です。よかったです、ありがとうございます。もうこの素晴らしい先生のこの技術っていうのはどんな風にして学ばれたんですか。まだ先生若いですよね。あ、そうですね、はい、あの私はあのテキサスのカイロプラクティック大学の方で、はい、お勉強をさせていただきました。テキサス、はい、じゃあアメリカですか。そうですね、はい、あのカイロプラクティック の、 あの本場はアメリカなん、はい、なんですね。なので その本場に行って、はい、本場の技術を学んできました。そうなんですか。じゃあその発祥の現場のアメリカで、はい、もう現場の本場の技術を学んで来られたんですね、はい、へえ、だからもう本当にやっていただいてすごくすっきりしましたし、これを続けていくと本当にその先生がおっしゃっていたように病気にもかかりにくくなったり、はい、生活習慣病の見直しにもなるということなんですね、はいはい、あとは病気になったとしても、はい、あのやはり普段からこういうのを受けているのといないのとでは、うん、はい、あの回復の速度が違いますから、やはりですね、はい、生活の一部として取り入れていただくと、はい、あまりですね、まあ、病気に悩まない生活が送れると思います、はい、そうなんですね。このカイロプラクティックなんですけれども、これから先生はどのようにしていきたいと思いますか。はい、はい、まだまだカイロプラクティックはあの認知度が低いので、はい、それをもっともっと広げていきたいと思っております。はい、なるほど、まあ、整体って言葉はよく聞くんですけれども、はい、そのアメリカ発祥のカイロプラクティック、やっぱりまだ知らない方もいらっしゃるかもしれないですよね。はい、はい、もうね、私も今日初めて体験したんですが、ぜひ、ね、皆さんにもこちら体験していただきたいなと思います。先生、この手術を体験するにはどのようにお申し込みすればよろしいんですか。はい、いきなり施術院に、来てくださいと言っても、はい、どこがいいのか、 あとはどういうことをするのかというまあ、分からない、怖いといった話をよく聞きます。はい、そうなんですか。はい、なのでイベントとしてですね、はい、出展をさせていただいて、うん、そこで体験をしていただくという、方法をとっています。お、イベントを行ってるんですね。はい、今後のイベントの予定はありますか。はい、はい、ひたちなか市のライブラリーカフェ全然でですね、はい、今度ですね7月の5日、はい、こちら、午後1時から午後4時まで、はい、はい、あとは同じ場所、ライブラリーカフェ全然でですね、はい、7月の13日の、18時から21時まで行っておりますので、はい、おー、はい、そうなんですか。それはご予約とかが必要なんですか。あの飛び込みでも大丈夫ですので。そうなんですか。はい、同じひたちなか市にあるカフェですよね。はい、そうなんですか。ぜひね、たくさんの方にこのカフェライブラリー全然の方にもお越しいただいて、はい、先生のカイロプラクティック、ぜひ手術をね受けていただいてはいかがでしょうか。先生、今日はお話ありがとうございました。ありがとうございました。はい、大沢さん、ありがとうございました。ありがとうございました。カイロプラクティック、はい、カイロプラクティックす、早口言葉みたいな、ね、カイロプラクティック、はい、はい、すごいですね。あの首のところで、バキッて音、ね、もうなんか本当になんかあれですよ、必殺何やらみたいな感じ、必殺何やら音がしちゃう、バキッバキッバキッ
ね、必殺何やらで幸子さんが身軽になる、身軽になるというジャンプしたくない、素晴らしいね、はい、素晴らしい、ジャンプしちゃいそうでって面白いですよねでもあれ気持ちいいんだろうね、やってみたい、やってもらいたいですよね、うん、経験ある、実際1回だけあるんですよ、その時はあの軽くだったんですけども、うん、バキ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 、え、軽くてバキバキバキだろ、そうなんです、そうなんです、本気だったらバキ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 嫌な音がするね、いやでもあの本当にすごいスッキリするみたいですからね、特にあのこの梅雨の時期ってどんよりしちゃうから、うん、そうですね、ああいうのを受けると気持ちいいかもしれない、ね、うん、そうですね、はい、いいかもしれないですね、はい、はい、以上いばきらピープルでございました。続いてはこちらをご覧ください。いばきら TV をご覧の皆様元気ですか茨城田吉アントキの陽気です。だー5月6月は茨城ハッピーメロンシーズン、メロン生産量日本一の茨城県、この茨城メロンが一番おいしくなる時期にさまざまな場所でメロンの魅力をお伝えしていきます。茨城のメロンを食べて元気にハッピーになりましょう。いくぞ1、2、3、だー。現在、農業の現場においては、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの課題が生じています。このため、茨城県では、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、本年4月1日に、公益社団法人茨城県農林振興公社を農地中間管理機構に指定しました。農地中間管理機構は、農地を貸したいという農家から、担い手農家へ効率的に農地を提供するため、農地の集積・集約化を進めるための中間的受け皿となる組織です。農地管理機構は公的機関なので、安心していつでも貸し借りができ、個人で探さなくてよく手間がかかりません。また、農地が分散していると移動も大変ですが、まとまりある形となるような調整をしてもらえるので、作業が効率的になります。さらに、機構に農地を貸した場合に、一定の要件を満たせば、個人や地域に協力金が交付されるなど、機構への農地の出し手に対する支援策があります。今年度から始まった農地中間管理事業を活用して、担い手への農地利用の集積・集約化を加速化させていきます。詳しい内容については、茨城県農林水産部農業経営課電話番号 029-301-3833 029-301-3833 農地中間管理機構公益社団法人茨城県農林振興公社電話番号 029-239-7131 029-239-7131 までお問い合わせください。いばきらーピックアップ、どんなコーナー、はい、こちらのコーナーはですね、いばきら TV 公式 Facebook ページに投稿していただいた、うん、皆さんの投稿をご紹介するコーナーでございます。はい、じゃあその投稿方法は、はい、まずいばきら TV 公式 Facebook ページにアクセスしていただきます、うん、その後いいねを押して友達になってください、はい、その後投稿するボタンからお写真コメント投稿することができます。簡単です。よろしくお願いいたします。それでは今日の1枚目、ズン出張お茶サービス社さんで紅茶をいただいてきました。紅茶、左も右も同じダージリンなのですが、はい、右は入れてみて即サービス社さんが、失敗した、ごめん入れ直すといった失敗作、左が入れ直してくれた正しいダージリン、ちょっと色が濃いですね、こっちの左側の方が、比べてみると入れ方でこんなに違うのかとはっきり分かる味でした。出張お茶サービス社さんの名誉のために言っておくと失敗作の方は湯沸かし器が誤作動してお茶が沸ききらなかったからこうなってしまったのです。たった数度の温度差でこうなってしまうとは奥深いということです、ね、全然色違いますね。お茶って繊細なんだ ね、そうですね、うん、そして出張お茶サービス社、お茶サービス社さんがあるんですね、はい、ありますよ。あ、へ、あのなんだろう、
経営のねワンボックスみたいなのを改装して結構いろんなメディアに取り上げられてるんですけどもね、はい、たくさんのお茶を出してくれるこちらね、ダージリンですよね。はい、うんうん、ね、でそれ以外にもいろんなお茶があるんですよ。紅茶だけじゃなくて、はい、すごい、頼んでみたい、はい、見つけたら行ってみてください。見つけたら、はい、分かりました。さあ続いてはこちら。おお、おいしそう。ドドン。ドドン。ある日のランチ、サラちゃんぽん。サラちゃんぽん。サラちゃんぽん。ほうほうほう。写真では分かりづらいかと思いますが、結構なボリュームでした。おこのお店、大盛りも注文できるのですが、隣の席にやってきた大盛りは顔より一回りも二回りも大きかったです。あのお客さん完食できたのかな。まあ完食できるから注文するんでしょうけどね。まあそうでしょうね、うん、きっと。はい、この顔よりも一回り二回りと大きいっていうのは、はい、この投稿者の方の顔より一回り二回りなのか、それとも注文した方の一回り二回りかによってもまたサイズが変わってきますからね。すごく小顔な、どちらかが小顔な方だったらね、うん、また見え方違ってきますから ね、 ねいやでも美味しそうですね。ね、美味しそう、うん、あんがかかってるですね。いい感じ、うずらの卵とかね、うん、これ錦糸卵ですね、きっとね。あー本当だ、はい、うわ美味しそう、美味しそうじゃないですか。はい、来ちゃったよこれ、またね、でもまだ2枚目ですから、はいはい、そうですね、はい、じゃあ3枚目参りましょう、はい、来ちゃった。本日のランチ、ランチスタミナラーメン、本日は3玉、ね、先ほどの、サラちゃんぽんもすごく量で多かったですけども、はい、こちらも3玉入ってます。これで3玉、ね、いや、まあ、あのスタミナラーメンといえばですね、はい、やはりこの茨城のソウルフードでございますから、うん、そうですね、やっぱこう食べられるんだったらどんどん食べた方がいいですね、うん、こちら冷やしですかね。これは冷やしっぽいですね。でも、うん、なんか野菜が多いスタミナですね。ね、そうですね、お肉とかあんま隠れてる感じでございますけどね、うん、野菜もね、ボリュームあっていいですね。いいですね。ただ3玉は食べれないかな。僕はでもやっぱり 2.5 から3は普通に、ね、食べますね。食べられるから注文するんですもんね。そうです、食べられるから注文するんです。わお、食べられなかったら注文しちゃダメです。はい、残しちゃダメです、はい、ありがとうございます。さあ続いてドン。はい、おお、今年初スイカ。お、一言今年初スイカ、うん、いやでも綺麗な赤でございます、うん、ねえ、鮮やか、美味しそう。まあスイカもね、これからやっぱり美味しい季節でございますから ね、 いいですね。これでもあの皮身が薄いから、これ本当だ、すごいギリギリまで食べられますよ。本当ですね、うん、あのこの辺の先端というかね、はい、真ん中、中心の方、はいはい、甘いんですよね、うん、はい、でもそこにね、塩をちょちょっとかけるとまた、あ、塩かける派ですか。かけますね。私かけないんですよ、なんかこう、うん、ちょっとね、食べず嫌いじゃないんですけど、うん、なんか食べたことない。甘みが増しますからね。へえ、やっぱりちょっとしょっぱいのがあるから、うん、そう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 、今年私まだ初スイカ迎えてないので、うん、あれ、はい、ありゃありゃ、ダメです、迎えましたか。僕もうすでにおお、小玉スイカの方いただきましたから。なるほど、そうそう、言ってましたね、はい、はい、ぜひ皆さんも、はい、今日気づいてみたらですね、すべて、食べ物飲み物でございます。はい、そうでございますお腹減っちゃうよ、はい、ありがとうございます。さあこのコーナーではですね、皆さんからご投稿お待ちしておりますよ、はい、ね、茨城ら TV の Facebook トップページからいいねを押して投稿フォームから入っていただきたいと思います。皆さんのですね、おすすめの写真ですとかコメントをぜひお寄せいただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。以上、茨城らピックアップでした。茨城県陶芸美術館では企画展麗しの舞扇を開催しております。この企画展は19世紀の舞扇人形を中心とする97点の作品によってその魅力に迫ろうとするものです。ドイツの舞扇製作所はヨーロッパで初めて皇室磁器を作り出すことに成功しました。300年を超える歴史の中で食器はもとより数多くの魅力的な作品を生み出し、ヨーロッパの王侯貴族たちを魅了してきました。権力者たちからの特別な発注は技術力や芸術性の向上へとつながり、他の窯にも多大な影響を与えていきました。作品は19世紀ならではの明るく鮮やかな色彩が特徴です。表情豊かな人形たちや豪華なディナーセットなど、その優雅で愛らしい世界をお楽しみください。7月13日日曜日まで開催しております。詳しい内容は陶芸美術館のホームページをご覧いただくか、
茨城県陶芸美術館。電話番号0296-70-0011、0296-70-0011までお問い合わせください。妊婦健康審査は、妊婦さんとお腹の中の赤ちゃんの健康状態や感染症、病気の有無などを定期的に確認するために行うとても大切な検診です。産婦人科で診察を受け、妊娠したことが確認できたら、できるだけ早くお住まいの市町村窓口に妊娠届の手続きをしてください。そこで母子健康手帳と妊婦健康審査受診票が渡されます。茨城県では平成21年度から県内すべての市町村において14回分の妊婦健康審査について公費による補助をしており、妊婦さんの経済的負担の軽減を図っています。妊娠中は妊娠の経過に伴って心と体が変化します。風疹など妊娠中の感染症予防は特に重要です。定期的に妊婦健康審査を受け、医師や助産師などに相談しながら妊婦さんとお腹の中の赤ちゃんの健康管理に努め、出産・育児の準備をしていきましょう。また妊娠に関する悩みやご相談は、健やか妊娠ホットライン電話番号 029-221-1124 029-221-1124 またはお住まいの市町村および管轄の保健所などでお受けしております。いつでもお気軽にご相談ください。はい、茨城県庁スタジオから生配信でお届けしてきております、茨城ステーション、はい、エンディングのお時間でございますけれども、はい、ここでちょっと気象情報をお伝えしたいと思います。はい、気象庁の発表によりますと、茨城県土砂災害警戒情報が発表されていましたが、先ほど解除されました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生する恐れは少なくなりましたが、茨城県内の一部地域では大雨洪水警報などが引き続き発令されています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水には今後も注意してください。繰り返します。茨城県土砂災害警戒情報が発表されていましたが、先ほど解除されました。大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生する恐れは少なくなりましたが、茨城県内の一部地域では大雨洪水警報などが引き続き発令されています。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水には今後も注意してください。はい、ありがとうございます、はい、皆さんお気をつけいただきたいと思います。気をつけください。さあ、そして、明日の茨城ラステーションでございますけれども、はい、明日はですね、オープニングは、はい、石岡市のダチョウ王国からの オープニングということでございます。はい、ダチョウ王国だから気になるね。気になりますね。お楽しみにしていただきたいと思います。そして茨城ピープルはですね、水戸市のあじさい祭り実行委員会の方々にお話を伺っておりますので、はい、こちらもお楽しみにしていただきたいと思います。楽しみに、はい、そしてこの後でございますけど、この後が、ガールズコレクションを配信してまいりますので、そちらもね、1時からでございます、うん、公式ホームページの方で公開されますけども、茨城ガールズコレクション里山さにさん祭りからですね、ガールズコレクションをお届けしますので、お楽しみにしていただきたいと思います。はい、さあ、そんな中でお届けしてきました茨城ラステーション、そろそろお別れでございます。お別れの映像はですね、サッカー日本代表のサポーターの皆さんの声をご覧いただきながらお別れしたいと思います。お会いいただくし、ジェームスデキと鈴木桃子がお送りしました。それでは皆さん、素敵な午後をお過ごしください。こんにちは。皆さん、今日どこから来ましたか？石岡から来ました。石岡から。そうです。好きな選手は？わー、本田選手です。本田選手噛みましたね。はい、よく噛むんです。よく噛む。好きな選手は？僕も本田選手ですね。好きな選手は？香川選手です。香川選手、どうして？やっぱりもうプレースタイルですね。プレースタイル、はい、皆さんはサッカーはやったりするんですか？フットサルをやってますね。フットサル、どこで？はいは、やっぱり地元の石岡で、地元の友達同士でやってます。そうなんですか。皆さん3人とも？そうですね、たまにやりますね。そうではない、そうではないような気がするんですけど、数年前までやってましたね。あ、自分やってます。
そうなんですね。フットサル楽しいですか、やっぱり。やっぱ楽しいですね。でも負けると悔しいですよ。どんなとこがやっぱ楽しいですか。点数決めた時とかみんなでワイワイできるとこがいいですね。じゃあ今後あのフットサルチームで、やっぱりやっていくと思う、フットサル頑張っていくと思うんですけれども、まあ、これからの意気込みというかカメラに向かって頑張ります。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 得点を目指します。得点を目指します。ありがとうございました。